日本マダマ会館は、兵庫県神戸市の旧居留地東町筋にあるオフィスビル、近代化産業遺産。戦前には、日本の真珠取引の約8割を担っていた神戸に、日本が世界の真珠取引の中心となることを目指す拠点として、兵庫県と関西真珠共同組合が共同で設置した日本真珠会館設立委員会により、1952年に、 建設されたオフィスビルである。建設にあたっては、日本最初の全自動ベネシャンブラインドを、はじめ、全自動式エレベーター、全環蛍光搭載用など、戦後復興期における最新鋭の設備が導入された。春工後間もない1954年には、昭和天皇、皇后が訪れ